剣道の全日本都道府県対抗少年優勝大会に向け団体戦を戦う長崎代表の小学生6人、中学生7人が稽古に励んでいました。3年前の前回大会では長崎中学生チームが優勝、小学生チームがベスト8に入り、今年も上位を狙います。長崎県を背負っているので2連覇をやっぱ達成したいなと思ってます。チーム長崎日本一。全国大会当日、大阪市の舞洲アリーナに48代表およそ600人が集結しました。大会は3チームずつの予選リーグを勝ち抜いた16チームによる決勝トーナメントで日本一を争います。前回大会優勝の中学生チームは全国2連覇を狙います。ああいう流しをしない、ビビりながら試合をしたらそれが自分のチームを出せないし、はい、1試合目からいい試合をしていこう。はい、はいはい、予選リーグ初戦の相手は岡山です。4人目の副将戦を終えた時点で1勝1敗、しかし1本の数で下回っているため長崎は大将戦で勝利が必要です。大将は有明中3年の太田英秀。引き分けでも敗戦となる厳しい状況で個人戦県チャンピオンに逆転勝利を託します。開始1分30秒銅を狙いますが1本とはならず、さらにその30秒後これも1本とはなりません。残り時間10秒を切り、ここまでかと思われた次の瞬間でした。なんと残り1秒で太田の飛び込み面が決まりました。起死回生の逆転勝利で予選リーグ初戦を白星で飾ります。本当はあと何秒やったってところだけど、よく取り返した。いやー、よく取り返した。冷静にいって、まあ、最後の1本で決めたいなって思ってました。本当に嬉しくて、やっと恩返しができたって思ってました。予選リーグ2試合目は新潟との一戦、長崎は先鋒と次鋒を務める女子選手が活躍します。前方は諫早中3年の本田玲。デコテが決まり一本勝ち、先方本田の勝利で長崎がリードを奪います。長崎の次鋒は比喩中3年の戸田久留美。対する新潟の次鋒は8月の全中個人戦日本一の強敵です。戸田は果敢に1本を狙います。すると開始1分でした。戸田の見事な小手が決まり、全中チャンピオンから1本を奪います。戸田は終了間際に1本を取り返され、勝利こそなりませんでしたが、この引き分けが長崎に流れを呼び込みました。全中1位ということで、とても嬉しかったです。長崎は続く中堅戦を制し、2勝0敗で新潟に勝利。予選リーグ2連勝で決勝トーナメント進出を決めます。決勝トーナメント1回戦、茨城との試合も勢いがありました。まずは画面奥、次鋒の戸田。中堅寺川東真、副将キャプテン押渕葵、次鋒からの3連勝で決勝トーナメント1回戦を突破します。続く準々決勝は3年前小学生の部で日本一になったメンバーが多く残る広島と対戦。先鋒から副将まで4人連続で引き分けになります。大将の太田、勝てば準決勝進出です。しかし
面を決められ一本負け。2連覇の夢はついえましたが、それでも堂々の全国ベスト8です。勝負に行きたいというか、本当に次はしょうがないと思うんだけど、全然しくやって勝たせてあげたかったなというのは思うし、最後自分が取られて、まあ、負けてしまったんですけど、今までやってきたことが相手より下だったってことがとても悔しくて、本気でやったら本当に悔しいし、勝った時は本当に嬉しい、まあ、今までやってきたことが全部出したので悔いは残ってないかなと自分で思います。やっぱり結果としてはもっと上を目指してたので、まあ、悔しい思いはあるんですけども、やっぱりいろんな選手、長崎これから楽しみだと思うので、まあ、皆さんで協力して、まあ、チーム長崎としてやっていけたらいいんじゃないかなと思ってます。今まで練習してきたことを高校でも活かせるように頑張ります。ビビらずに正々堂々と戦おうと思いました。なので自分なりにまっすぐこう行くことができてすごく嬉しかったです。ここにまた来年戻ってきて、次こそはリベンジとして長崎県の代表で優勝を目指せるように頑張りたいです。